ち越し3連戦の勝ち越しをかけたこの戦いが11回の裏2点差でツーアウトまで来ました。バッター浅村、初球ボールです。うまく運んだ、ショートの上、越えた、タイムリーになって1点差、9対8。まだ終わりません。球よくついていきました浅村。そうですね、あのストレートがある中のこの、そのスライダーですよね、軸がぶれないんでしょうね、やはりね、目いっぱい、これは島田が飛びついて取ろうとしましたが、その上をかすめて外野にボールが落ちました。まだ終わりません、1点差です。ツーアウトランナー1塁、このランナー帰ってくれば同点。オリックスは仕事コーチマウンドに行って内野陣も集まって布陣を組みました。マウンド上その輪が解けて試合再開、ツーアウトランナー一塁で今日3安打のヘルマンです。今度はファーストランナーを返さないでしょうか。外野は深くなりました。左中間の間、真ん中だ、真ん中だ、真ん中だ、抜けていった、浅村が二塁三塁を回ってくる、追いついた、9対9、ヘルマン二塁へ。いや、鳥肌が立ちましたね。もう外野深いところですから、はい、もうあのところを抜けていかないとファーストランナーは帰れないだろうというようなコースに打球が飛んでいきました。飛びましたね。さあ今度はライオンズが逆転サヨナラのチャンス。9回のツーアウトからバファローズが追いついた。ライオンズは11回の裏ツーアウトから追いつきました。